里崎チャンネル。よっ。こんにちは。さあ、最後です。ラストですね。今日いっぱい撮ったっすね。はい、撮りました。一気に撮りました。ちょっとね、動画の時間がね、どんどん短くなってるかもしれないですね。ちょっと疲れてしまいますからね。そうですね。はい、でも最後、気抜くことなく、はい、巨人対日本ハム、うん、やっていきましょう。しっかりやっていきましょう。はい。はい、ということで、日本ハム、うん、現在、最下位。借金14、はい、10.5 ゲーム差です、うん、まあ日本ハムは全体的にきついね、うん、全体もう全体的に、うん、もう先発も、うん、ね、まあ加藤、はい、噂頑張ってるんだよね、はい、5勝2敗でね、うん、で噂で伊藤大海も頑張ってる、はい、ちょっとね援護なくてね勝ち星つかなかったけども、はい、防御率も 3.07 前半で頑張ってるし、うん、であとバー平原、はい、で池田隆秀投手、うん、アーリー、はい、池田もね、まあ援護点がね、はい、ちょっとなくて勝ちきれてないけど、うん、まあいい形で頑張ってて、はい、あとリリーフもね、うん、堀、はい、ね、でそして川野、うん、非常に頑張ってて、はい、もうフル回転、うん、でロドリゲス、はい、もうフル回転、うん、もう毎日もう精一杯に見れる、はい、で、うん、打線も、うん、野手もだってもうあの昨日の試合、はい、確か太田ももう出てないもんね、スタメンで外野がレフト西川、うん、でセンター万波でライト近藤、うん、近藤も3割も打ってないしね、でワンボーロンもういいところで打ったけどやっぱちょっとなんか良かったり悪かったり、うん、で渡辺で野村とでキャッチャー石川と全体的にちょっときついよね。そうですね、2割後半打ってる人がほとんど3人しかいない感じですね、うん、今もう踏ん張りどころだよね、うん、もうこれ以上だ1人だけちょっと置いてけぼりになってるから、うん、パリーグで、はい、でもまあ若いのをね使ってなんとかっていうところで、ね、まあ、中田をね2軍落ちして復帰させてでまた腰やっちゃってちょっとね長引きそうだし、はい、だからチーム打率も2割2分4厘と、うん、パリーグ最下位、はい、で打点が181点と、うん、もうダントツ最下位、はい、あの5位の西武の240点と60点差あるからね、2位と、あ、5位と、5位と60点、うん、1位はロッテの283点だから100点もあるのよ、100? まだシーズン半分終わってないのに、本当ですね、うん、でホームラン32本も最下位、はい、うん、でヒットの数が313本も最下位、うん、OPS632 も最下位、うん、得点圏打率2割1分4厘も最下位、得点圏打数468打数も最下位、うん、盗塁34は4位、はい、代打成功率1割4分は5位、三振の数536個はダントツ1位、うん、エラー数30個も多い、うん、儀比9ダントツ最下位だからチャンスで犠牲フライも打ててない、うん、ちょっときついです、ほぼほぼ最下位なわけですね。そうで、うん、ピッチャー防御率 3.86 はパリーグ4位、うん、まあ、ロッテ西武に次いで4位、はい、で先発投手陣 3.66 も2位、先発 3.662 位、ああ、いい、頑張ってるじゃないですか。救援陣 4.21 は最下位、うん、はい、クオリティスタート率は 45% で4位、うん、援護率 3.29 ダントツ最下位、打撃だな。そうですね、な、まあ、先発もだってイメージしたらもう加藤も結構いいのよ今年、うんうんうん、で池田もまあ踏ん張ってるじゃん、はい、で噂は勝ってるし、うん、でまあな、まあ、まあ何やかんやがちょっと厳しいながらも頑張ってるバー平原とかっていうところで、うんうん、川野いて堀踏ん張って、まあ、最後杉浦でロドリゲス、うん、まあ、なんとか系統も踏んだから頑張ってるけど、うん、やっぱここ一のエラーよ去年からも多いのが、うん、そのだからそこは防御率に反映されない、はい、エラーと、うん、まあ、打線だね、うん、打線きついなだとほぼはほぼドベだ、ほぼドベだもん ね、 ね、だピッチャーがどんだけいい、今日はすごいピッチャーがいいなってなっても援護がないっていうことですよね、うん、日本ハム近藤が唯一規定打席到達で一番上にいて13位だからね、うん、はい、2割7分5厘、そうか、他は誰も、でその次は渡辺2割4分1厘で21、はい、で西川が2割2分9厘最下位、うん、だ結局出塁できてないが盗塁も9個と盗塁もできてないもんね、うん、いやー打線だね、打線そうですね、まあでもきついな、
外国人ワンボールもいい時あったけどちょっと長続きもしないし、うんまあ、だから全員がやっぱりいいところあるのよ、万波とかもね、はい、でもこう長続きしないのよ、うん、単発見るとおーナイスバッティング、昨日もホームラン打って、はい、ナイスバッティングになるんだけど、うん、きついね。そうですね、打線をなんとかこう上げていかないとっていうところありますね。ちょっとこうなんちゅうやろな、うん、光が見えないね。そうですか、うん、交流戦、はい、11位かパリーグで再開、6勝11敗、はい、借金5で、まだあと1試合残ってます、はい、結構交流戦ってチーム打率2割3分1厘、はい、12球団ワーストです、うん、はい、なんかセリーグはリーグ戦で下にいたチームが結構交流戦で上げてきたじゃないですか、うんうん、やっぱ日本ハム交流戦も上げれなかったね、上げれなかったんですね。ホームラン7本、唯一2桁打ってないです、うん、はい、失点と得失点差の割合マイナス16、うん、非常に厳しい、うん、いやーきついなー、53点しか取ってないから、うん、オリックスの96点より40点、だって40点違うもんね、はい、43点、うん、得点率がやっぱりちょっと厳しいね、まあ、どう改善していくのか見ものだね、逆に、はい、何をしたらいいですか、じゃあ一番今のところ。いやもう打つしかないからね、選手の能力を向上って今すぐできることじゃないから、もう積み重ねだからね、はい、FA トレード外国人なんかできないですかね。まあもう外国人取ってくるんじゃなく、取ってくるしかないんじゃない、大きい外国人を、うん、取ってホームラン量産していただいて、来るしかないよね、うん、サードとかね、あ そういうとこ、それがもう今年捨ててもう成長にかけるっていう、まあ、でも最近もう毎年成長にかけてるような気がするけどねって言ってる気がします ね、はい、ちょっと厳しいね。そうですね、毎年ドラフトで即戦力取った方がいいって言ってますね。でもそれもね、なかなかね、うん、まあ、今年の伊藤とね、去年のカーンのドラフト1位コンビはね、はい、まあ、頑張ってるっていうところもあるし、うん、まあ野手だね。そうですね、うんうん、この取ってるのが上がってきてないからね、はい、まあ、またオリンピック期間中にまた総括するから、はい、どこまで変わってるかまたチェックしよう。そうですね、うん、どう上がってこれてるかと。そう、はいはい、さあ続いて巨人、はい、巨人はですね、交流戦、終わって9位7勝8敗3引き分け借金1、うん、ね、ちょっと、はい、阪神に7ゲーム差だからね、結構つけられちゃいましたからね。これはでもね、うん、巨人はね、坂本いなかったの大きいよね、うん、でやっと坂本帰ってきて、はい、まあ、ロッテ2勝1敗と、うん、いい形も出てきたと思ったら吉川がデッドボールで骨折だ、入れ替わりで吉川選手はでかい、うん、で丸不調、うん、梶谷怪我、うん、ね、でそこで松原出てきた、はい、ね、いい形、ウィーラー大活躍、ウィーラー岡本波あるけど今ホームラン2、うん、村上に次いで、はい、大城リードに苦戦でバッティングまで回らないかっていうね、はい、で先発菅野が故障していない、帰ってきてもちょっと不安、うん、高橋開幕連勝、はい、ちょっと勢い止まった、うん、戸郷、まあ、いい感じもあるけどちょっとふわふわ感、うん、サンチェスメルセデスの復帰は大きい、はい、リリーフ以降、うん、毎日もう連投です、うん、デラロサいない、ちょっと ね、はい、そうですね、なんとかもうこういないもんね、ちょこちょこいなくなるからね、はい、でもその主力選手がいなくなっても、まあ、2位につけてるわけですからね、うん、そう、うん、だからそこはね、はい、あの評価できるところだけども、まあ、巨人で言えば防御率は 3.49、はい、セリーグ2、うん、先発 3.45、うん、セリーグ2、はい、救援 3.57 はセリーグ4位、うん、っていうところで、まあやっぱ救援陣がきついかな、うん、でもクオリティスタートは 53% とセリーグ2と、はい、まあ、いい形できてるし、まあ、援護点が 4.16 とまあまあ最低限の、うんうん、まあ、援護点できてるかなっていうところもあるし、でもやっぱり、はい、やっぱ菅野と坂本いなかったらそれはきついよね。ですね、もう二大巨頭みたいな選手ですからね、いきなりそんなのがね、バーンって長期いなくなったら、はい、で打線も2割5分4厘でセリーグ1、うん、はい、でホームラン79本はセリーグ1、うん、得点圏打率が2割3分3厘、おっと低い、うん、本当ですね、1、2、3、5位、うん、セリーグ、はい、だって得点圏打数は507だからそこそこ多いんだけどね、うん、でも入れてない、うん、これはチャンスに1本出てないね、そういうことですね、スクイズかスクイズ好きですねでもね、ジャイアンツはスクイズダメなの。あ、なんでですか？スクイズ、メンツ、そんなメンツじゃないもん。あー、選手の。だって岡本とか坂本スクイズしないじゃん。確かにそうね。だから打っていくしかないよ。うん。だからまあそこは、でも松原もいい感じで出てきてるからね。はい、で、中島もまあいい感じで出れるし、うん、
で、まあ、坂本復帰してだからセカンドだね、うん、まあ湯浅出たけど湯浅なのか若林なのかっていうね、はい、ところでどうなっていくか、うん、センターはあの松原、うん、ウィーラー、ライトは誰を使うのかっていうね、はい、まあ帰ってきてほしいね、丸とかね、そうですね、不調だからね、うん、まあでも菅野投手、坂本選手は戻ってきましたからね、うん、でも菅野が前回ちょっとね、次はいいかもしれないですし、まあそこをね、うん、このオール、はい、交流戦ブレイクで、うん、まあ期待したいですけどね、ちょっと体を休めてリフレッシュして、うん、そうはい、こうぐっと集まった時に、まあどこまでできるかと、うん、あとこのリリーフ陣のね、登板方っていうところもね、気になるけど、はい、まあここのブレイクがあるんでね、うん、そこでしっかりリフレッシュして、やって、はい、で、またオリンピックで、うん、あのリフレッシュ期間あるんで、はい、まあそういったところでどうなるのかね、うん、そうですね、まあでもロッテ戦見てたらやっぱ打線強い、やっぱ左ピッチャー課題なのよ、あ、そうなの、ちょっと左が打ててないんでね、はい、まあそういったところでも右どこまで打つかっていうところをね、うん、まあ今後期待しながら、はい、まあどこまで伸びしろあるかね、うん、そうですね、7ゲームはまだ、うん、まだひっくり返せる、まあまだ全然、まだ全然、はい、はい、うん、メイクレジェンドがありますからね、はい、はい、まあといったところで、はい、ね、交流戦明けどういう形になるのか、巨人、日本ハム頑張れ、はい。